こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。でーい、ということでね、今回は、神殿に行ってですね、カオルくんに金の実をつけたいと思います。なんでこんな動画を作るかっていうと、簡単ですよ。ネタ切れです。はい。で、明日のね、超絶もなんかね、先週来たばっかりの、またあれが来るんですよ。不動明王が来るんで、なんだろうね。そろそろ月読みとかにしてほしいんだけど、なぜか不動明王がまた降臨するので。まあ、その動画を撮っていこうかと思うんですけど、まあ、それとは関係なくね、やっていきます。そしたらね、ちょっと待ってね。いや、なんでまた不動明王なんだろうね。ちょっとばらけさせてほしいね、もうちょっとね。可能であれば、お願いしたいところなんですけれども、なかなか、うまくはいかないもんだな。行くぞ。みんなどんぐらい金出る？はい。常闇の神殿、時の間、修羅場。行くぜ。いやー、最近なかなかね、金が出ない。金の玉が出ない。さあ行くぞ。出ないの悲しいよね。最後、あ、でもね、闇が俺一番楽なんだけど、みんなどうだい？どこが一番楽？これ闇がすごい簡単に感じるな。こうやって死んだりしてね。カオル君がちょっと地雷だから気をつけないといけないんだよね。ここおお、早い早い早い、めっちゃ早い。黄色、よっしゃ、いいね。金の出てくる確率高いよ、これ。今回、金金が出てくるよ、お金金がいっぱい。お金金。変な動きしちゃった。さあ、どんどん行くよ。この金箔プレイがね、彼は、なんでね、危ないですよね。よし、よしよしよし、金出ろ。出ましたよ。銀でした。ここで金出ることなかなかないよね。そうだな、ネタ切れのあれとして、対策としてやっぱり1日1回の神殿動画撮ろうかな。そうつまんないかもしれないけど、まあ、ネタ切れ対策としては別に悪くないんだ、やることとしてね。うわ、やべえ。のネタ切れ対策は神殿でごまかす。うわ、全ほぼ全方向じゃん。やべえなこれ。おお、やべえ、これはまずいでしょ。あ、大丈夫だった、消えてくれたよ。おまだ終わらんよ。まあ、マッチのポイントはここだから。よくやる、よく言うやつあるじゃん、動画とかで。偶然マッチ開いた時に、あ、ここから入れますから。それだから今の。やべえ、ああ大丈夫だ。よし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 。さあ、あと2つな。よーし、いいぞ。どうしようかな。いって、フルで当たっちゃった。フルで当たっちゃった。ちょっと待ってよ。これも入れ替えしなければ大丈夫。よっしゃ、いいよいいよ、頑張れよ。お、取ろう。よし、次がね、一番簡単なポイントだよね。簡単さ、もう位置取りがもう最悪だけどね、この時点で。まあでもやりやすいポイントでは、ね、やりづらいね。ここはもう入れない、確実に。この位置は悪いね。あ、ちょっと入った。ラッキー。いやー、これ、金箔プレイだからな。上から入っちゃおう。あそこに入りたかったんだ、ほんとは。そこのね、上から入れんだよな、かな。ちょっと運悪かったな。よいしょ。攻撃力アップはできない。おお、いいね、いいよ。まあ、誰も溜まった。あ、一人溜まったか。で、カオルくんが攻撃力アップすればいいんだ。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、これ。よいしょ。始まりと終わりは同じというわけか。
全員じゃなかったっけ、自分だけなんだっけ。極みを超えし我が力、世界に届け。あんま強くない。さあどうだ、出るかな。あー銀のためだったね。いやーこの後に金出てほしいな。銀銀銀銀とかやめてほしいからな。さあ来いよ。うわっ、おい、おわお強い、強かった。金いいですね。なかなか出ないね金は。やっぱりでもあの時よりか出やすいはず。あー出ない、お前かしかも。あー危ない、あらー危ないよ。あー甘くはない。やった、最後ちょっとマッチした。まあ金出るでしょ、こんな苦労したし、こんな苦労したし、最後の宝石出るでしょ。いや出ると思うよ、これはもう私の苦労はね報われるはずだ。